横山大観の話、知ってる。彼は日本の画家で、海外でも高く評価されているんだよ。横山大観は、日本画を現代に蘇らせ、それを国際的な舞台に押し上げた人物なんだ。彼の作品は、伝統的な日本画の技法を用いながら、新しい表現と西洋画の影響を融合させているんだよ。特に彼の風景画は、日本の自然の美しさを捉え、深い情感を表現しているんだ。でも、それだけじゃないんだ。横山大観は、日本画の技法と西洋画の表現を組み合わせることで、独自のスタイルを確立したんだよ。彼の画は、国際的な美術展で高い評価を受け、日本画の魅力を世界に広める役割を果たしているんだ。横山大観の話は、美術愛好家にはたまらないし、異文化間の芸術交流の重要性を教えてくれるよね。彼のような人がいたから、今の日本画が世界的なものになったんだ。彼の作品とその影響は、今日でも多くの人々に感銘を与え続けているんだよ。